みんなが優しい、みんなに優しいユニバーサルシティ福岡を目指しています。障害がある人ない人、老若男女、それから国籍、全てで関係なく、みんなが住みたくなる、そして訪れたくなる、そんな福岡市を目指しています。今回のときめきセレクション、またこれをきっかけにですね、たくさんの施設の皆様の商品が市内にたくさん流通をしていく、そしてたくさんの人がつながっていける、そんな福岡市になるように政策を進めていきたいというふうに考えております。賞状ときめきセレクション2011、金賞大堀駅洋菓子の店シュシュさん、キー団体のくるみロッシェ紅茶ロッシェはときめきセレクション2011において最も優秀であると認められました。よってこれを賞します。平成23年10月22日、ときめきプロジェクト実行委員会会長倉地信明、福岡市長高島総一郎、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして盾が贈られます。